レオニード・イーゴリエビッチ・マルケロフは、ロシアの政治家、弁護士。2001年より2017年まで、マリエル共和国政府議長。1995年12月ロシア連邦議会、会員国家会に選挙に、ロシア自由民主党から当選する。会員では、教育、科学常任委員会副議長を務めた。マルケロフについては、 ロシア連邦の選挙で最も議論を巻き起こした市長選挙の当事者として知られている。1996年12月26日のマリエル共和国大統領選挙に立候補し、47.5%の得票を得たビアチェスラフキスリツインに次いで任意を確保し、決選投票に進出。しかし1997年1月4日に行われた 決戦投票でキスリチンに敗北し、落選した。2000年12月3日のマリエル大統領選挙では、第1回投票で29.2%の得票を獲得し、25.2%にとどまった現職のキスリチンに4ポイントの差をつけた。12月17日の決戦投票の結果、58%を獲得し、念願の当選を果たした。 2004年12月19日の大統領選挙では56%の得票で再選された。2009年12月25日にドミートリー・メドベージェフ連邦大統領より引き続きマリエル共和国の大統領に指名され、議会に12月31日に承認された。2011年6月10日より大統領級の役職名が政府議長に変更された。 2015年1月14日に政府議長の任期満了を迎えるため、ウラジーミル・プーチン連邦大統領より政府議長代行に任命される。同年9月13日の選挙では51.8%を獲得し、当選9月21日より再び正規の政府議長に就任。2017年4月6日に退任。2017年4月13日。 収賄容疑で逮捕された。ありがとうございます。